一人だったらまだ適当にこうやってなんかね喋ればいいんですけど、人と遊んだりするのもとっても好きじゃないですね。だから友達が5人ぐらいし、お父さんとお母さんのどこか希望というかこうあってほしいんだろうなみたいなのを、その期待に沿って生きてきたところはあるので、もしかしたら初めて抵抗して、もうすぐで大学もアイドルも終わりで、なんか東京に来たらお友達が少しはできるかなって思ったりもしたんですけど、現実はあまり甘くなかったですね。他のアイドルさんとの交流もあまり持てないような人間なので、デビューを見てインターネットに調べてラーメン屋さんに行きます。ラーメン好き？私は豚骨ラーメンが好きなの。固めで細いのが好き。お買い物も行くんだけど、古着屋さんとかに行くの。古着屋でもなんかあんまり高いのじゃなくて。22歳、埼玉から来ました。アニメが好き。まあ、満喫、お風呂ないから。あ、満喫だから風呂入ってないのか。シャワーは出てます。でも上京してきてずっと一人暮らしで、20歳になってから何も頼ってないし、地元帰ったりしない？しないですね。今更友達と喋っても面白くないと思う。これどこまで来てるの？よく K-POP アイドルみたいな、ああいう可愛らしい男の子を、うんうん、